い、こんにちは。スプレーアートデンのブルちゃんと梅ちゃんです。傭兵に質問。メキシコが危ないイメージが持ってると思うんだけど、傭兵は2年もメキシコ住んでたでしょ。傭兵の経験だとなんか安全か危ないかと。危ない経験、うん、特にないんじゃない。特にない。危なくなかった。肩刺された。まあでも大体優しいんじゃない。メキシコ人は 99% の人はクソ優しい。0.1% はマジでヤバいと思う。マジで危ないと思う。危ないレベルがヤバいと思う。まあなんか変なことしなきゃ大丈夫。まあなんか悪いことあっても、悪いとか危ないことあってもお金ちょうだいって言われたらあげればいい。あげればいい、うん、そうだね。それをなんか隠そうとするとヤバい。じゃあ楽しいと思ったらチャンネル登録とご評価とコメントとシェアをお願いします。よろしくお願いします。アディオース。